はい、今回はですね、ガソリン代が安いガソリンスタンドトップ10の方を見ていこうと思います。で、リアルタイム、まあ、7月の下旬なんですけど、レギュラーが143円って安いですね。和歌山とか三重県だったらもう160円近くしますからね。で、ランキングですね。パッと10位から、よいしょ、10位がコストコ千葉ニュータウンって書いてますね。千葉県、137円安ですね。で、9位が三菱、こんなガソリンスタンドあるんですね。ここはセルフではないですよね。カーケアセンター西条広島県で、8位が鹿児島県セルフ竹山石油、137円、まあ同じですね。で、7位が JA、 JA もガソリンスタンド構えてるんですね。136円、奈良県安いんですね。で、また6位がコストコ、独自ブランドっていうんです。だから聞いたわけないんですけどね、コストコっていうの。135円。で、5位が浜口石油、ありますね、和歌山県に。和歌山県でも和歌山市の方、もう大阪寄りですね、和歌山市なんで。135円。で、4位がスマートインター、兵庫県姫路、134円。で、3位が横井石油っていうんですね、香川県、同じで134円。同率ですよね、もうこれ3位って書いてますけど。で、2位で一気に安くなって130円で、また三菱関係ですね、兵庫県豊岡で。1位が120円台で129円、福岡県北九州の赤石石油っていうんですかね。フルっていうマークついてるんですけど、これセルフではないんですかね。まあ、店員おるとこで129円はありえないと思うんで、セーフだと思うんですけど、まあ、かなり安いですね、129円ってなってきたら。だから、どこの地域が安いとかそういったのはないみたいですね。ただ東北とか北陸とかは乗ってないんで、まあ、あと関東もないですね。あ、千葉県ありますね。まあ、そこら辺の地域は高いんでしょうね。まあ、そんな感じですね。また定期的に月に1回でも紹介していこうかなって考えています。はい、ということで、今回は7月度のガソリン代が安いガソリンスタンドベスト10について紹介しました。